Mount Ulaun is a volcano situated on the island of New Britain, Papua New Guinea, about 130 kilometers southwest of Rabaul. It is the highest mountain around there at 2,334 meters and one of the most active volcanoes in Papua New Guinea. It is very strange for us to know that Mount Fuji is located without an error just on the line between Mount Minakami, one of the most mysterious mountains in Japan, and Mount Ulawun. According to a Japanese legend, Mount Minakami was a man-made pyramid created artificially by ETs. Who we may call gods in ancient times? Why Mount Minakami and why Mount Wulawun? And why Mount Fuji? Here is my answer to this mystery. That is to say that our Jomon ancestors might have come to this Japan land long, long time ago from the area around Mount ウラウン、広島市浜松市、シティ、ジャパン。長野県にある、み上山です。古来より、人工的に作られた、ピラミッドではないかと、多くの人たちによって、語り継がれています。これが、その、み上山です。その、み上山の山頂部にある、 小さなシロとパパニューギニアのウラウン山の山頂部を線で繋いでみます。パパニューギニアです。ウラウン山です。この山頂部と南山の頂上にあります小さなシロを線で繋いでみます。するとその直線は寸分狂わず、 偶然とはとても言えない範囲で富士山の山頂部を横切ります。上が水上山です。下が裏雲山です。その直線は富士山を新直線に横切ります。もう一度皆さん自身で確認してください。この 縦線は、水上山と裏雲山をつないだ直線です。その直線は、このように富士山を横切ります。これをどう考えたらよいかということになります。つまり、裏雲山と富士山をつないだ、その真直線上に、水上山の矢代があるということになります。 で、今日は、この謎解きに挑戦してみますが、なぜ、裏雲山なのか、ということになりますね。なぜ、裏雲山なのか、林博士のナスカ理論によって説明します。ナスカです。左上の黄色い線に注意してください。これは、裏雲山から引いてきたものです。 ナスカにはプラットフォーム型の滑走路が2つあります。他にも数本滑走路があります。黄色い線はこのプラットフォームの上の辺を正確に横切ります。小さな滑走路もいくつかあります。同じく左上の黄色い線に注意してください。が、その中でも特に重要なのがこの 滑走路かと思われます。中央にマウンドがあります。そしてこの黄色い線は裏ウ雲ウ山から引いてきた線ですけども、まっすぐとこの滑走路を横切ります。この滑走路は裏ウ雲ウ山の方向を示していると私、林博司は考えています。この滑走路は裏ウ雲ウ山の方向を示しています。その理由がその滑走路の横にあります。 この赤い枠の部分に注意してください。これは一般には三角形と説明されていますが、これは三角形ではありません。90度、左に回してみるとそれがわかります。山です。裏ウ雲ウ山です。左がナスカ、右が裏ウ雲ウ山です。比較してみてください。つまり、 この滑走路の横には、ウラウン山を示す道路標識が書いてあったということになります。コンセプトも大変よく似ています。一見雑なようですけども、正確にウラウン山を表現していると私、林路氏は考えています。左がナスカです。右がウラウン山です。となりますと、左の ナスカの地上絵は、ウラウン山を示し、そして、ウラウン山の標識となっているということです。もう一度確認してください。ナスカで、ナスカです。そして、そのナスカには、ウラウン山を示す滑走路が何本かあり、そのうちの一本には、ウラウン山を示す標識が書いてあるということになります。私はこれを、ウラウン山と、 判断しました。では、なぜ、ウラウン山と水上山を線で繋いだか、そしてその途中に、新直線下に富士山があるか。その理由は、この直線をもう一度見ていただくとわかると思います。下がウラウン山、そして向こうが水上山です。注意深くご覧ください。今、富士山を横切ります。 その富士山の北側には、実は、甲府盆地が横たわっています。その向こうには、八ヶ岳連邦が横たわっています。つまり、これが理由だったということになります。甲府盆地、すなわち、縄文銀座のあった甲府盆地です。多い時には、20万人の縄文人が住んでいたと言われています。これが、その理由だと、私、林博士は考えています。 日本人、つまり縄文人はウラウン山からやってきたということになるのではないでしょうか続く動画をどうかご覧になってください Bye for now. 縄文フィーナス in Japan is スメリアンイナナ The statue of Jomon Venus and Inanna in Mesopotamia match. In addition, the side of the Jomon Inanna's helmet is marked 15 in cuneiform or in ancient Mesopotamian letters. 15 is a sacred number of Inanna. In addition, Inanna is a Japanese number and is written as 177 or inana in japanese and it is 1 plus 7 plus 7 equals 15 in addition the helmet has a sword pattern which is a symbol of inana in mesopotamia inana japan once went to Sumeru, this is represented by the descent of Inanna to underworld which remains in the tablets excavated in Mesopotamia. It is clearly stated that Inanna came from the east, the land of the rising sun. The book of Ezekiel also says God came from the way of the East. Also, from ancient times, in the Word of the Bible, the world map is drawn with the East at the top, and a small island is always drawn at the top. Its shape matches the shape of the oldest map of Japan in the world that remains in Italy. In other words, Sumerian gods passed from Japan to、smell. s u m e r 日本のジョ縄文・ヴィーナスはシュメールのイナンナですジョ縄文・ヴィーナスとメソポタミアのイナンナ像が一致しますさらに 縄文イナンナのヘルメットの側面にはくさび形文字で15と表記されています15はイナンナの神聖数ですまたイナンナは日本数字で177と表記します177はイナナと読みますそして、 1> 1 7 7は15です,15ですさらにそのヘルメットにはイナンナのシンボルマークである渦巻き模様が表現されていますそのイナンナはある時シュメールに渡りましたその様子を表したのがメソポタミアに残るイナンナの冥界下り とということになりますイナンナは太陽が昇る国東からやってきたとそこには明確に書かれていますまたエゼケル書の中にも「神は東からやってきた」とありますまた古来聖書の世界では世界地図は東を頂点にして書かれその頂点には小さな島が 書かれる習わしになっていましたその形はイタリアに残る世界最古の日本の地図と形が一致しますつまりシュメールの神および神々はこの日本からシュメールに渡ったということになります繰り返しますつまりシュメールの神々はこの日本から シュメールに渡ったということになります広志林浜松市ジャパン Mr. Masamitsu Mitsugi, a Japanese linguist in Osaka, Japan, has sent me his book in which he explains that the root of the Japanese language originates in Malaysian or Malay language. Mr. Masamitsu Mitsugi lists up more than hundreds of Malay words with linguistic explanations. Malay language, which have close resemblance with Japanese words. Here is my report about his book. 大阪府在住の三次正光さんという方から一冊の本が送られてきました。朝鮮、日本語の起源というタイトルの本です。研究生活35年。 たどり着いた源流には、マレー語の姿がありありと見えてきた、と、その表紙にはそのようにあります。わかりやすく言えば、日本語の起源は、マレー半島にあったというのです。そして、三木正光さんは、日本語とマレー語の、とても偶然とは言えない、密接な関連性を指摘しておられます。広しはハママシティジャパン。 例えば、挨拶、あいつ、あいぬ、あおぐ、あか、赤ちゃんを意味する赤い子、あがる、あかるい、あかんべ、開くを意味するあく、飽きるを意味するあく、くずものを意味するあくた、あけぼの、油であげるのあげる、ものを与えるのあげる、 あご、アザミ、アサル、あし、などなど、アで始まる言葉だけでも、三木正道さんは64語の言葉を取り上げています。全体として見ると、まるで言葉の辞書のようになっています。ただ、マレー語は、一筋縄ではいかない言語だということだそうです。母音数は6、子音数は約19。 日本語は、あ、い、う、え、おですが、それに曖昧母音のあが加わって、ろくだそうです。特に、言葉の変化については、三木正道さん自身が冒頭で書いておられますように、自由奔放であると、母音交換は自由奔放であると、つまりその組み合わせにより、 母音そのものが入れ替わってしまうこともあるというのだそうです。例えば数字の4を表す言葉のエンパトがアムパトになるなど。さらに、支え母音というのもあるそうです。支え母音です。一つの例として、藁を意味するメラン。ジャラミとも言うそうですが、メランの ng が m になった後、その m を支えるために、いの音が加わり、みとなるなど、このいが支え母音ということになります。つまり、マレー語のこうした特性を知らないと、そのまま直接的にマレー語と日本語を結びつけることはできないということです。言葉の音だけで、マレー語と日本語、 直接的に結びつけることはできないということです。例えば英語と日本語のようにベースボールを日本語ではベースボールと言うなど。だからベースボールという言葉はアメリカのベースボールから来たというふうにはいかないということです。またそこに三木正道さんの35年という研究生活が凝縮されているように感じます。こうした研究生活の中から 三木正道さんは結論として日本語の起源はマレー半島にあると三木正道さんの言葉を私たちは重く受け取らなければなりません驚いたのは日本の地名の多くもマレー語に起義しているというのです三木正道さんは114の地点について それを述べておられます。例えば、佐渡、佐摩、安ず天天橋立、富士、奈良、長野などなど、大変興味深かったのは青森県の津軽半島です。津軽ですね。この津軽という言葉は、もともとはマレー語で夫婦という意味だそうです。私が電話で、 今でも下品語として、成功することを、つがるという言葉を使いますね、というと、三木正道さんは、そうなんですよ、と言って、笑っておられました。で、さらに、三木正道さんは、本の中で、つがいという言葉も、起源は丸い語であると書いておられます。つがいとつがる,るは、山と言葉の動詞語尾ということになります。 日本語では現在の今でも動作を表す言葉はるで終わりますね。走る、飛ぶ、歩く、泳ぐと、つがいとつがるはそのようにしてつながっているということです。三木正道さんは、ほのさわけという言葉を挙げておられます。ほのさわけ。古事記で、 淡路島を形容している言葉です。一般には、ほのさわけというのは、淡路島の天皇陵のことを指すと説明されています。ほのさわけと書いて、ほのさわけと読みます。もちろん、当て字です。で、これについて、三木正道さんは、ほのさわけというのは、マレー語で、断根の勃起。 という意味だと書いておられます。断根の勃起です。それについて私が三木正道さんに、あなたが本の中で説明しておられることは大変なことなのですよ。というと、三木正道さんはまた大きな声で笑いながら、そうなんですよ。そうなんですよ。と。わかりますか皆さん。断根の勃起です。 淡路島を意味する穂の沢家は断根の勃起という意味だそうです。そしてその淡路島を遠く宇宙の高さから見ると、それはまさしく断根の勃起。私が淡路島の人たちだって自分たちの島が勃起した断根の形になっているとは気がつきませんよと話すと、やはり そうなんですよ、そうなんですよ、と。つまり、そういう形になっているかどうかが分かった人は、空から自由に日本の地形を見ることができた人、ということになりますね。もちろん、三木正美さんは、そういったことについては、この本の中ではどこにも書いていません。だから私は、三木正美さんにこう言ったのです。あなたが、 本の中で説明しておられることは大変なことなんですよ、と。話は変わりますが、猛古斑という言葉があります。日本の子供の中には生後間もなくからお尻に青いあざが現れる子供がいます。猛古斑と言います。その猛古斑について2015年の夏、 こんな研究発表が日本中を駆け巡りました。蒙古藩のルーツはモンゴルであった。つまり日本人のルーツはモンゴルであった。と。この話に触れ、私が日本の学者の先生たちは何でもかんでもトライトライトライ文化という言葉を使います。何でもかんでも中国大陸もしくは朝鮮半島からやってきた。 つまり日本には何もなかったという前提です。猛虎藩にしてもそうです。同じ猛虎藩があった。だから日本人のルーツは中国大陸、モンゴルであるとです。どうして逆に逆にですよ。モンゴル人のルーツが日本であるとは考えられないのでしょうかと。それについて三木正美さんはこう話してくれました。 三木正美さんは日本青年海外協力隊の一員としてマレーシアの国土地図作成にも関わってきました。マレー語と大和言葉の研究もそうした流れの中から生まれたものと私は判断しています。その三木正美さんがこう話してくれました。あのね、林さん。私がインドネシアの 西の端にある町へ行った時のことですよ。その町の看護婦をしている人がこう話してくれましたよ。この町にも猛古犯のある子供がいますよ、と。電話で言葉として私が受け取った情報なので内容は不正確かもしれませんが、これまた大変な事実です。インドネシア語にしてもマレー語の方言のようなものです。その 同じ地域で猛虎藩のある子供が見つかっているというのです。となると、先の日本の学者の先生の説は粉々に吹き飛んでしまいます。と同時に、日本とマレー藩と日本語とマレー語の関係がさらに深くつながっていくということになります。私が縄文人のルーツは、あのキナバル山のある ボルネオ北部にあると私は唱えています。というと、三次正道さんはやはり笑いながら、私はあのキナバルには何とか登ったことがあります。キナバルというのは丸い山という意味です。しかしね、林さん、あのキナバルが丸い山に見えるところはボルネオでも一箇所だけなんですよ。あのキナバルは他のところからは丸い山には見えないんですよ。 ビンゴーです。またまた私は大変な情報を手に入れました。それについては別の機会に説明するとして、三木正道さんの本のおかげで、私の謎解きはまた一歩大きく前進するところとなりました。三木正道さん、大変な情報、どうもありがとうございました。広し市浜松市ジャパン。 Bye for now.